はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は2回目の追加買い付けについて話をさせていただきたいと思います。私のネット物販のコンサル生さん、初心者未経験者の方比較的多いです。生まれて初めてAmazonで商品を販売して売れた、よっしゃーと思っているタイミングでついつい気が抜けてしまって、その次の買い付けがおざなりになってしまうことっていうのが往々にしてありますので、タイミングよく、テンポよく、適切な2回目の買い付けを行っていくためにはどのように進んでいけばいいか、どのような指標に基づき何ロットどんな商品を買い付けていけばいいかという話をさせていただきます。この動画参考になった方、よろしければ高評価、チャンネル登録いただければ幸いです。では早速説明始めます。初回のテストマーケティングでだいたい10商品ぐらい、10商品ページ分ぐらい商品を買い付けたとします。その中の商品 A がだんだん売れてきたと、これ自体は本当に喜ばしいことですし、売れるかどうかすごく不安だった気持ちが一気にファーッと晴れて、より物販に対して前向きに取り組める、士気が今まで以上に高まっていくタイミングだと思うんですが、まずこの商品が売れ始めたタイミングでやったーと手放しになってしまってはいけないんですね。重要なポイント2つあります。まずは商品が売れていっているということは、商品価格を見直すことも検討すべきだよという点、あとは商品ページ単位で在庫が緊張になった場合、商品の在庫切れを防ぐ対策を講じなければいけないという点です。例えば A という商品の黒色と青色と赤色の3つのカラーバリエーションで出品して、黒色だけがいきなり3つ売れました、残り2つになりました、このタイミングで売れていない赤や青よりも黒色の方が人気があることは致命ですから、黒色の価格を少し上げることを検討してください。絶対にやらなければいけないということではないですが、一つの商品ページ上で人気はないけど安い商品と、人気はあるけどちょっと高めの商品を作ることにより、人気のある黒色を購入したいお客様は赤や青より少し金額が高くても諦めずに購入してくださいますし、赤や青は黒と比べて金額的に少しお得感が出てきますので、今までよりも赤や青も売れやすくなるという状況を作り出すことができます。では2つ目のポイントです。黒がよく売れたので価格差をつけました。黒を値上げしました。結果青や赤も徐々に売れるようになって、残在庫が黒1ロット、青2ロット、赤1ロットと在庫緊張に商品ページ単位でなりました。このタイミングで何を行うかというと、在庫切れを防ぐために価格を極端に上げておく必要があります。商品ページ単位で在庫切れになってしまうと、その商品ページのランキングが急降下します。私はこれを骨折と呼んでいます。骨折は一瞬だけれども、直して元通りになるまでものすごく時間や労力が必要になってきますよね。それと同じで、一度商品ページ単位で在庫切れになってしまうと、それが元のランキングまで戻っていくためには時間や労力、そしてコストが少なからずかかってしまいます。その状況を極力防ぎたいので、価格を極端に値上げしてあえて売れづらい状況を作り出します。じゃあこの価格を極端に上げるというのはどのぐらい極端に上げるのかというと、別にいくらでもいいんですよ。正直な話、20ドルでも30ドルでも上げて構いません。ただし金額を極端に上げすぎると、 Amazon のシステム上でこんなに上げるのは不自然だという形で弾かれてしまって修正を求められます。よって正確に言うと、 Amazon から修正を求められない程度極端に金額を上げておき、在庫切れを防ぐようにしていただくという流れです。正直在庫がかなり少なくなったタイミングって、商品価格を何十ドルも極端に上げても売れてしまうこと結構あるんです。これはお客様の心理的なもので、我々別に悪用しているわけではないんですが、あと1個だとか
もう少しで在庫切れだとか、そういった状況になると、お客様は今まで以上にこの商品が欲しくなって、何としてでも手に入れてやろうと躍起になりがちなんです。これはマーケティング用語でいう希少性の原理というものなんですが、我々悪意があってそうしているわけではないし、悪意があってそうしてはいけないという点は腹に落としていただければ幸いです。極端に金額を上げて暴利を貪ろうという魂胆が見え隠れするような物販になってはいけません。結果的にやってることは同じなんですけれども、そこの見えない部分でのお客様に対する善意と悪意、ここの間の仕切りはしっかりと立てて、三方よし、売り手よし、買い手よし、席よしの物販を行うことが要になってくる点は、ぜひ腹に落としておいてください。さて、商品を販売して在庫が緊張になりました。そのタイミングで追加買い付けを行いますが、初回テスマは飛行機便、エア便で行います。じゃあ2回目の追加買い付けはと言いますと、ここも飛行機、エア便で送っていいと思います。というのも、飛行機で送ると2週間ぐらいで届くんですが、船で送ると2、3ヶ月かかってしまいます。初回テストマーケティングは1バリエーション5ロット前後、小ロットの買い付けを行いますので、在庫が少なくなった段階でさらに2、3ヶ月待たせるということはなかなか難しいからなんですね。よってこの追加買い付けでそれなりに在庫を補充するものの、飛行機便は船便と比べてコストが高い、国際送料が高いですから、ご資金と相談しつつ無理のない程度のロット数を追加買い付けして飛行機便で送って入れてあげるという流れです。では追加買い付け、何をどのぐらい買い付ければいいかの話させていただきます。今回ホワイトボードに書いたこの4種類の商品と、あとは新しいテストマーケティングを一緒に追加買い付けとして行うことが理想的です。まず一つ目、当然ですが売れた商品の売れたバリエーションを買い付けます。さらに2つ目、売れた商品のまだ売っていない別のバリエーション、新しいバリエーションも展開していきます。例えば黒、青、赤と出したのであれば、白、緑、黄色といった別の色を買い付けたり、アパレルであれば XL を出していたのであれば L サイズも出してみるという形です。次に売れた商品の類似品も強気で展開していただいて構いません。例えばスポーツ用のソックスを出して売れたのであれば、同様のスポーツ用のソックスで売れた商品と似ているものを出して OK です。さらにさらに、売れた商品の類似品だけではなく、売れた商品と同じカテゴリーの商品もそれなりに強気で買い付けて構いません。では何ロット買い付ければいいかの話させていただきます。どうしても初回のテストマーケティングって小ロットの買い付けになりますので、統計学的なデータがそこまで精密なものではないものの、例えば10日で3ロット売れたのであれば、1ヶ月だと約10ロット、2ヶ月分だったら約20ロット売れるだろうということがわかります。そして飛行機便は1回買い付けると販売開始まで時差が生まれますので、最低1ヶ月分、できれば2ヶ月分。よって10日で3ロット売れた商品については、追加買い付けで2ヶ月分の20ロット買い付けても良いのかなという結論に達します。ちなみに3回目以降で船便を検討どうしてもいいと私はよく申し上げているんですが、船便の場合は一度商品を送ると販売開始になるまで3ヶ月前後時差が出てしまいます。よって船便の買い付けを行うのであれば、2ヶ月分で20個売れるとすれば、3ヶ月、34ヶ月、40ですから、30から40ロット各バリエーションを最低でも買い付ける必要が出てきます。と、ここまではある種理論的な話をさせていただきましたが、結局のところ背に腹の問題であるご資金と相談して決めるという形になることが多いです。この商品を展開するだけではなく、類似商品も買い付ける、かつ1バリエーションあたり10から20買い付けるとなると、それなりの軍資金が必要になってしまいますから、最低限1商品10ロット
ットを目安に、あとはご資金とじっくり相談して、あまり無理しすぎない追加買い付けをするということが長い目で見て重要になってくるかと存じます。近いうちに別途動画出させていただきますが、その商品がどのぐらいの頻度で売れるかって、実は我々セラーがある程度コントロールできるものなんですよ。単純な話なんですが、ざっくり説明すると商品の価格を上げれば利益も上がりますが売れづらくなる。逆に商品の価格を下げれば利益も当然下がるけれども商品が売れる頻度は上がっていくわけです。要するに商品の価格を上げ下げするというのは単純に利益額が上がる下がるの問題ではなくって、どのくらい売れるかの頻度も左右することになりますので、セラーとすればいくらで売ったら月何人に売れるかの掛け算をしていって最大の利益が取れる値はどこかを見出していく必要があるという話ですが、これについては近いうちにまた別途動画撮らさせていただきますので、よろしければチャンネル登録してぜひ楽しみにしていただければ幸甚です。というわけで今回は初回のテストマーケティングが終わって2回目の追加買い付けを行う際にどんな商品を何ロットぐらい買い付ければいいのかについて話をさせていただきました。じっぱひとからげで考えてはネット物販うまくいきません。あくまでも今回説明した内容は一例であって絶対こうすればいいっていうわけではないので、その点はどうぞあしからず、その商品の売れ行き、その商品の出し方によって個別商品ごとに最適解を見出していく、臨機応変柔軟に対応をしていく、特にご資金との兼ね合いを考えながら各自の最適解を導き出していくということが重要になってきます。最後までご清聴くださりありがとうございます。